はい、ご視聴いただき誠にありがとうございます。ミニチューブです。今日はですね、この LED バルブ、間違えた、 LED バルブですね。何回バブルって言ったんだろう。すいませんでした。この商品に関してのまとめなんですけど、今日昼休みですね、職場の昼休みの時に、よーく商品の動画じゃないや、画像を見てたんですけど、これ別のストアさんなんですけどね、この辺に仕様を書いてるんですよ。 12V なんとかって書いてると思うんですけど、これには書いてないですね。で、おそらくその仕様が書いてある、こちらのストアさんだと、箱が黒いので来ると思うんですけど、私のは白いタイプで、説明書も、なく、とんでもないですね、動画を、作ってしまった結果となりました。店頭チェックとかは、このあると買った店でやったんですけど、うん、まあパッケージっていうか、こう見出しですよね。YouTube で言ったら、こうサムネイルを変えてやるだけでめちゃくちゃ売れてるっていう現実も、あります。私が買ったストアさんのとこもこれ同じような形で画像出してるんですけど、結構売れてます。で、こちらの仕様がこの辺に書いてあるやつも売れてます。これ、このタイプ。で、それで私思い出したんですけど、マネーの虎としくじり先生って、今すごいことになっている南原たつきさんが、名古屋で始めた、パーソナルトレーニング。リビト、知ってる方いらっしゃいますかね。あれに関してでですね、本人が、言ってたことなんですけど、実は皆さんもよく知っているドゥーンツトゥットゥってわかりますよね。あれライズアップなんですけど、あれを、やったトップの方が、もともと南原さんがやった、システムですね。システムを、自分がそのリビートに通いながら、そこに著作も何もないんですけど、そのまま丸パクられたと言ってました。その、見出しですよね。パッケージを変えてやると、物も売れるんだと。おそらくメルカリでも、すごいね、稼いでる方とかも、多分パッケージ、さっきほどお見せしたこの、パッケージを見せることによって、すごいね、商品が売り出したりとか。そういうことをですね、思い出しました。あと私が応援しているそのリビトっていうパーソナルトレーニングセンターじゃないか。あと、旅館の方とコンサルとかですね、中古車の個人売買の、オートインフとか、時代を先読みしてどんどん方、やっていってるんで、本当に私は尊敬する人です。個人的なファンなんです。それで、いろいろ再生リストとかにも、動画作っちゃったりしてるんですけど、その辺でちょっと余談になってしまったんですけど、やはりこの今からの世の中って、やっぱり、いろんなもん、ガリバーさんもやってるんですけど、
個人売買、物の流通の仕方っていうのも全部いろいろもろもろ変わってくるんじゃないかなと思います。消費税増税後ですね。あの方はもう丸々車の買い方変えちゃいましたからね。まあ一番最初は、ウルゾーさんがやって、個人売買最初。で、QR コード付きで保証とか、税金がかからないとか、いう詳しいことを、やった、ナンバーさん、ですかね。その後、類似した、アプリケーション、ツール、いろいろ出てきてますけど、いっぺんね、安倍総理が消費税増税しますって言ったのをやめた瞬間、各企業の、個人売買支援会社の会社が、FC 店、フランチャイズ店ですかね、あれを一気に、停止する状態になりましたね。本当に、国の動きっていうのが、私もそうですけど、直接影響があるので、消費税が上がって喜ぶ人、消費税が、上がって、非常にですね、ちょっと待ってくれ、勘弁してくれっていう方もですね、どん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 これから出てくるかと、私は個人的に、思いますね。あと、そうだそうだ。最初に話戻るんですけど、今回コメントをですね、たくさんの方からですね、LED バルブ。ん？合ってる？バルブ、LED バルブに関してのそのコメントの中には、もう宝の山ですね。ほんと。直接もらって、嬉しいなっていうコメントもあれば、こうだよ。本当はこうだからって言ってくださる方もいらっしゃったんで、それも合わせて、本当検証したり、いろいろやらせていただきました。今現在は、HID がついております。やはりまだコメントの中でも見てたんですけど、LED 派、HID 派、分かれてますね。ということで今日は本当社内からの雑談になってしまったんですけど、これに関しての、商品に関してはもうここまでとさせていただきます。今現在は、HID バブル、バルブ、バルブ、あ、すいません。ああ、癖ですね。バブルエゴを見すぎちゃいましたね。多分私。で、終わりにしようかと思ってます。LED の方が、進化してきましたら、また取り替えるかもしれませんが、しばらく HID でいこうと思ってます。それでは、本日もですね、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。良いと感じましたらですね、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。グッド評価もですね、もしいただけると、幸いでございます。それでは、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。